説明しようかなと思います。うんうん、思い入れのある写真とかがあれば、長官はお見えにならなかったという、これが一番、それとこれが結成した時ですね。これ1月29日と書いてある27日なんですね。辺野古の会計をしてた、そういう人たち、おばあたち見てください、お年寄りが集まる、こっちでも、お年寄り、これが1日、多分ね、これ14日でしたでしょ、これが埋め立てが始まったのが、この時はどちらにおられました？逃げましたよ。逃げた？名護市に、名護の方に。逃げるっていうのはどうしてですか？いや、もうこれ見たくないから。で、集会もあったんです、あの辺野古の浜でね、だけどもう辛くてね、集会にも参加しなかった。ということで、その基地を仕方ないから受け入れるという考え方はやめようじゃない。ちっちゃなものでもやはり、私たちはダメなものはダメだと言い続ければ、それを継続してすることが後の沖縄から太平洋岸もすべて撤収するということになる可能性はあるわけですよ。